そう、仕事はね、初め行く前がいっちゃん億劫やないけど、行った後はさ、なんかもう仕事のさ、流れに身を任せてさ、もうとりあえずペペってできんじゃん。そうじゃないよな。行く前が一番億劫なよな、バイトって。わかる。行く前の電車の中がマジで一番億劫。いや、電車じゃねえな。家出る前だな。家から出るまでがいっちゃんだるい。マジでだるい。あー、今日もベートだ。忙しいな。シフト何時からだったっけ ?23 時とか足りー。でも、深夜給料いいのよな。でもな、あれが終わっちゃうんだよな。体内時計が。狂っちゃうのよ。なよ、抹茶クリームテラペチーノが1点、ソルテッドキャラメルモカが1点、ホワイトモカが1点、抹茶ケーキ、パンプキンケーキ、パンプキンケーキ、アメリカンワッフル、アップルパイが1つずつでよろしいですか？おー、全部覚えてるなんてさすがっすね。そんじゃお願いします。まあ全部バラバラで頼むよりはバラバラで頼むよりはいいよ。バニラチラペチーノ、牛乳でいいの？牛乳。まあでも牛乳を頼むお客様もちょいちょいいた。牛乳をミルクのみ頼むお客様もたまにいた。ミルク入れて、ふかして、これがさ、めっちゃジャバジャバ言うんだよな。And hype。でも本当にホイップ入れるとこんな感じなんだよね。ドゥルルルルって。お？ミルク？あれ、なんか違った？何が違ったんだ？しゃあねえ、もう一回作るか。あ、ごめん。チンパンだった。俺がチンパンでした。キャラメル巻き巻き巻きアートね。はい。オッケー。まあ忙しいとね、そういうことあるよね。忙しいとさ、ホットだったんだがアイスだったんだが分かんなくなっちゃう時あるよね。はい、お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。お持ち帰りでした。まだのご来店お待ちしております。こういう時がいっちゃん恥ずかしいね。こういう時は。ごゆっくりどうぞっつったのに、帰っちゃう時。客も気まずくなっちゃうわ。はぁ、あ。ごゆっくりする人たち、少なくなっちゃったな。ま、いいんだけど。その方が、後片付け面倒じゃないし。はぁ、あ、疲れちゃったな、私も喉も。牛乳うま。いやでも、おタバコのところ掃除するときとか、ちょっと緊張したんだよな。あ、タバコ吸うエリア、なんか掃除するときのちょっと緊張感ない？は？いや、やったなー。そのトイレットペーパーとかさ、三角にしてさ、そう、三角にしたイコール店員がやった証だからさ。下、トイレ掃除。あ、お掃除、ランランラン。